中野瑞希です。デリバリーステーションでオペレーションマネージャーをやっています。人の成長に関われることがとても嬉しくって、チームメンバーの方が昇進した時はもう自分のことのように嬉しかったです。宇都宮翔子です。 Amazon Web サービスでソリューションアーキテクトとして働いています。女性学生と技術職の社員をつなぐプログラム Amazon WOW にも参画し、自分自身の経験を学生たちに伝えています。小俣由紀です。クリエイティブプロデューサーをしています。 ALS を支援する歌手活動もしています。歌手活動から得たエネルギーとか経験を生かして、仕事にもしっかり還元をしていって、ワークライフハーモニーをこれからも奏でたいと思います。上村かなです。カスタマーサービスのチームマネージャーをやっています。 Amazon では女性管理職の方が多くいらっしゃいます。今後は一緒に働く方々の目標やキャリアに同じ目線で寄り添ったマネージャーになりたいです。古市夏実です。フルフィルメントセンターでメンテナンスエンジニアとして設備の整備や保守を担当しています。緻密な設備の改修案を作成して設備を改修できた時はとても達成感がありました。島田美穂です。東京で4代続く理容店を家族で営んでおります。最近は営業日にハブデリバリーパートナープログラムでアマゾンの配達をしております。中村由香です。アマゾンフレックスドライバーをしております。女性のドライバーも増えてきて、いろいろな人とコミュニケーションを取ることがとても楽しいです。安全にお客様に商品を届けられるようにしていきたいと思います。